この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました K の大冒険です。というわけでね、今回はモンスターハンターダブルクロスをやっていきたいと思います。まあタイトルに出ている通り、今回はイビルトーバスなんですけれども、はい、ソロということでアイルを1匹も連れずにゲストさん一切も連れてこず、このイビル女王 G級難易度4の、ハンターラグ13から、ね、この普通のイビルじゃない結構強めの、結構じゃないのバリ強のこの子とちょっと僕タイマン張っていこうかなと思ってます。まあ倒せればいいなっていう、まあ昔僕イビル城で有名になったであのプロと呼ばれていたものなので、まあイビルだけはちょっとね行きたいなと。まあとりあえず今回のスキルこんな感じ。体力が残りわずかの時に攻撃力が大きく上がる。クエストクリア時、賞金が多くなる。賞金っていうのはね。あとスキルはこんな感じ。これね。はい。ジャンプ攻撃が強化される。これ、ぶっちゃけいらないけどね。ジャンプ攻撃あんまやんないからね。あと、段差があると、ステップ踏めないんだよね。あんまり。だから、ちょっと、合わないですね。まあ、こんな感じですね。できれば、紫ゲージまでやりたいんだけど。こんな感じです。はい、それでは早速やっていきましょう。ちなみにアイテム量はこれですね。まあ比較的普通かなっていう。ただその鬼人役グレードとかそういうのは一切持ってかずに、自分の火力で攻めていきたいと思います。まあこれはちょっと許してください。それではやっていきやじゃじゃじゃブルルルビー。あとそこだと君声入ってないんじゃない？あ、今日カレーうどん？うん。そろそろ食べよう。え？お腹すいた。カレーうどん俺好きだからさ。うん。うん、よし、行くぜー。あと、俺、このステージわかんないから地図持ってきました。始まりキャンプってマジ、村クエかって。頑張るぜー。うん。応援してて。うん、君声入ってるかな。イビルダメ、その段差の上登られるとちょっと僕弱いの。段差がない平地に来て、そういい子、いいね。しかもなかなかのお腹がギリ届くか届かないか、いや普通に届くか、そこまで大きくない。ああ普通だね。いやてかなんならちっちゃいんじゃない。よし、まあできればアルバの武器でいきたいんだけどね。まだ僕ハンターなんか70なのでね、まだその強さ出てないんです。ちょっとそのガサガサを静かにする。これマジわからん。ガードした方がいいの。キャンセルー。あと時々無言になりますがご了承ください。ちょっとガチでやってます。ありか、今のありか。出てちゃった。おっと。バカじゃん、危ねえ危ねえ危ねえ。回避方法、あ、ほいほい、ミスった。ほいほい、よいしょ。なんか、外でやっ
ってるけど。おーいちょっ、ほいほい、まあ多分前クッション入ってないんじゃないかな。ちょっとイビルね、なかなかね、おまたのね結構ね開いてるからね、ちょっとね段差があるからね、お腹まで届かないんですよ。結構もらったぞ今ダメ。キャンセル入れちゃっていいんだよそこ。滑らかになったらずいあやばい、狩り技使えばよかった。ちょっと今やっちゃったな。バカじゃね、大丈夫だ大丈夫だ。わやばい、うわやばい、うわおしゃれなんだ。よし、危ねえ、 HP があとちょっとだった、死ぬとこだったよく耐えたもんだ。エロいエロい、なんかフェルフに押されたんだけど、何この音、何喧嘩売ってんの、何だ今、私も撃つせと言わんばかりだったけどしかもメスモテちげえな、フェルフにモテたくねえ。いただき、うまっ、いい感じなんだ。キャンセル早い、ごめん、無言だった当たってね、うわぁ喋ったらこれだyou
ここで。いや、これこそ。あっ。うわっ。ちょ。まずい。とてもまずい。うわっ、まずい。ちょっと待て。よいしょ。マジで。味からじったー。これは山の子さんですけど鼻見せた。マジ切れ味大事だ。リズム崩れる。あ、死んじゃったよ。まずいってこれ。死ぬつもりなかったのに。クソ、弾かれなければなっていうのは言い訳なんだよな。頑張る。うん、よし、いける。ありがとう。いらっしゃらない。いらっしゃらない場合はだいたいこちらの方向に走っていくのがあのイビルちゃんの癖なので、こちらにいると思います。よし、勝てたらなんか5個ってあげる。マジで、うん、マジで、うん、OK。 ちょっとガチで。イビル、ここ俺、ここ、気づいて、よし、ここ。もういきなりだな、これは。マジでもらってみよう。おお、なかなか強いじゃんこれ。また来る。キャッチボールはいいんで、返せねえんだよこっちよ。受け取ることしかできない。褒美が待っている。なんでかわからんけど。
嘘、怒るの早っ。ステップだと僕は上がれない。やめてもらえる？うお、しゃふぅ、怖え。頑張ろう。ご褒美って言った瞬間からなんか違うガチになってる。おかしいな。おかしくないよ。これが男っていう単純な生き物なんだ。わかるかい？わかんない。お前なんだあいつ、あの虫。トーン。クソ、ニオチだよ。クソ、俺のプライドが許さねえけど。仕方ない、頑張る。こっちの方が早いんじゃない？ちょ、ワッチ。はあ、俺何と戦ってんだろう。エビル？違う、ご褒美と。あ、見てなかった。おおい、いつ武器出してるか分かんない。やっちゃった。せっかくのチャンス。どんどん早いな。もうちょいなんじゃない？ね。どっちだろうね。避けちゃった。避けちゃった。あれ欲しいんだ。それもできたな。よくちゃ。あー、やだ。これ俺無理。怖い。あれくらったら一撃なんだもの。またこれか。誰か助けて。絶対狙ってんだろこいつ。2年後で来ました。
音だけで判断だよ。来い。おっしゃ、もらったぜ。ちょっとですね、ケンちゃんに勝ってたらケンちゃんの方が望むことしたい。望むこと、だってまだ足引きずってなかったもん。そう、うん、そんなことない。逆に集中力それ。うわ、うわ、嫌な雑魚いるな。やべ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 。後ろが嫌だ。ああ、ちょっと、おお、2体避けなきゃって、おかしいだろ。もうやっと死んだ、やっと死んだ。指ありがとう。いや、ありがとうじゃない、お前が敵なんだよ。邪魔者がいけた。回復者も全部これなんだ。一気に持たないよ。またそれか。またか。一面といて。ふぅ、勝ちてー。普通のイメージならもう死んでもおかしくねえほどダメージを与えてんだけどな。それか、足引きちょっと。しかもまたお前湧いてきたな。殺虫剤吐かないと。ワッションズバッドプレイ。おお、この後が見えない。ちゃんと回避。よし、ここはしっかり考えよし。ニワトリみたいなことしちゃってる。また3個湧いてきた。しかも俺の嫌いな攻撃。たかってるたかってる、いろいろたかってる。死ぬ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 。ちょっと逃げる逃げる、無理。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、またいたぞ、雑魚。深呼吸、深呼吸。なぜ、俺ならいける、俺ならいける。昔を思い出すんだ。ふぅ、ちょっとスタミナが一本ないので、回復。回復すらもうないからな。ダメ、それは本当の最終手段。あ、武器出してからいける。お、積んでる。ポンポンポン。よし、お、逃げた。こっちだんだん巣の方行かないか。そのうち急に寝そう。あ、武器を出して、はい、行きましょう。よし、ご褒美のために、ご褒美のために。使った、ほい、チャンスが入った。ごめんなさい。
番で怒ったんですよ。顔はダメみたいな。怖いよ、皆さん怖いよ。ポコじゃねえ、ポコじゃねえ、ポコじゃねえ、ポコ、ちょ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 、おかーって。ボンブースも肌肌しいよ今。焦った自分が。これが緊張ってやつなの。チャンスタイムだよ、すごいチャンスタイムだよ、願ってもないチャンスタイムだよ。お前25分張りで長え。これ本当倒せんのこのエビルって、ソロで無理じゃん、やばくない。まったミスったもん。今のいい攻撃なのに。ほいほいほい。負けないで。もう少しです。ほい。キャンセル入った。火力100もうねえな。どまさか入り違い、そのバカな。あれってことはまた戻った。うん、4カニみたいな。それが8、最悪8に移動して寝てるか。寝ててほしい、むしろ。普通にさ。よし、寝たんじゃない、だいぶいってんじゃないで、回復してるという。ああ、そうね。
そうなの、うん、7、8になったの遠いね。でも寝るんだったら9だと思うんだよね。遠いね遠いね。千里眼持ってくればよかった。本当だね。あとペイントボールペチャすればよかった。本当だね。そうね、いろいろやらかしたね。いろいろやらかしたね。それか2位にいるかもしれない。来なかったらここじゃないよ。頑張る。こういうタイムロスが痛いんだよ。寝てんのかい。どこだ？ん？ここにいてほしいんだよ、さ、個人的に。じゃあ、次か3人。マジかよ。戻り玉すら俺持ってきてないよ。わぁ。トゥー。これがみんな、飛び降り自殺って言うんだよ。向こうに降りて。どこだ？ってことは緑色のところにいるってことだよな。あー、このタイムロスが今後どう繋がってしまうのかだよね。そんなもん？うん。あと、回復薬じゃない。それ。多分2位行っちゃったのかな。お食事中だったり。やめて、もう回復とかやめて。おお、ちょっとびっくりした、びっくりした。おお、ちょっと元気になって戻ってきたぜ。すぐ怒る方が見れば分かるけど、今3発は入りました。怒った。そんなに回復はしてない。見といた。ここは良くないかな。お前が信じる、俺を信じて。グレンじゃないよ。あ、グレンだ。そう。あー、もう、チクショー、集中力切れた。体力どうなってんだよ。絶対ぶっ殺してやるんだ。ちゃんちゃん倒してご褒美もらうんだ。どんなご褒美が来るのかな。いい？いただき。やった、お尻引きずってる。いけるぞ。よし。おお、いきなり挨拶だ。おっちょっちょ。だいぶ来たってことだ。まずい。今そっち見てるの。ちょっと回復しっかりして。
あーやっちゃった、ヒルム飛んだんだけどな。あ、消した方がいいよな。倒せたー、バリかかったね、これな、最悪な結果だけど。勝っちゃったじゃん。死にかけ、よかった、あと回復ちょっとだったよ。勝利だよ、皮肉。あはい、てなわけでね、なんとかソロ討伐できましたと。いやー、ボンミス多かったね、だいぶボンミスなしで一回も死ななければ20分まではいけたと思うんだよね。あとアルバの武器だったら多分15分まではいけたんじゃないかな。もっと早いかな。まあ多分15分まで目標10、まあ自分的には15分まででいけるレベルだったかな。それが2倍かかっちゃったっていうね。腕落ちた？落ちたと思う。だって基本ノーダメージだったんだよ俺昔は。なんかパターン変わってんだもん。まあ言い訳は良くない、うん、まあ一応しっかりねクリアはできたんで。いやー疲れたー疲れたー。あー、ご褒美何にしてもらおうかな、何なのかな。はい、というわけでね、今日はここら辺でクリアということで終わらせていきたいと思います。まあね、多分今までで一番長いモンハンの動画になったかと思いますけれどもね、まあ見てて皆さん結構ヒヤヒヤしたんじゃないかな。うん、ヒヤヒヤしたね、回避のタイミングちょっとずれるだけで死ぬからね。いや、これが回避性能の楽しさということで、みんなにね、この楽しさが伝わればいいなと思って、はい、まあ、よければね、皆さんも回避性能、回避距離をつけてイビルジョーンに挑戦してみてはいかがでしょうか。まあね、僕双剣とランスだったら回避性能、回避距離合えば大体の敵がいけると思いますので、皆様もね、どしどしやってみてはいかがでしょうか。それではここら辺で終わりにしたいと思います。次回はね、次回というか次またやるとこ時あると思うんだけど、次は一回も死なずにできればクリアしたいなと思いますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。それではここら辺で終了します。ありがとうございました。